川崎競馬11レース勝つか激発賞900です能力偏差値ですが B ランク1等 C ランク3等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。1枠1番、マッットトシェリーでで、です。す。能力偏差値はトップで偏差差値値ははは、プラランクは B ランクク B となります近5層では前層 2走前に黄色線を上回っています。特に前走は、黄色線を19上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、一歩リードしています。連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は9 0 0ルとなります。指数がピークとなっている1走前は、ピンク色の着順が2着で、紫の丸が900。900は適距離です。 展開面を見ていきます。先行力分析シートで、レース展開予想を解説します。一角侵入予想図ですが、逃げ馬が3頭います。先行タイプは不在です。この一角侵入予想図の状況からは、ハイペースが予測できます。先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは、一層前は4番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は49で3位です。上がり指数は33で6位です。まずまずの先行力で、好位につけられそうです。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。 ババ状態はグレーの丸で表されます。ババが渋ると指数を落としています。明日もババが渋ればマイナス評価した方がいいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。金層は馬体重が増加すると指数を上げています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。8枠11番。 コパのキャリーです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では前層、三層前、四層前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連対資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は紫の丸が900、四層前は紫の丸が1000、900は敵距離です。 展開面を見ていきます。指数がピークとなっている一走前は7番手からの競馬です。4走前は7番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は33で6位です。上がり指数は37で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。ハイペースも味方しそうで、展開面は、プラス評価していいです。 次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。7枠9番、シャドウハンターです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層、4層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は、 紫の丸が9004層前は紫の丸が1200900は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっている1層前は8番手からの競馬です4層前は花を切っての競馬です先行も差しも良い自在タイプです展開分析シートに切り替えます先行力は42で4位です上がり指数は36で3位です先行力 上がり指数とも平凡で、自在に立ち回れないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。5枠5番、プリモパイソンです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前、3層前に黄色線を上回っています。能力的には、 2番手グループの一角で連帯四角は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっている2層前,前は紫の丸が9003層前900は紫の丸が900900は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっている2層前は3番手からの競馬です3層前は2番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は55でトップです。上がり指数は33で5位です。楽に行位につけられる高い先行力を持っています。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。7枠8番、アスカリです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、 黄色線を上回ったことがありません能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっている2走前は、紫の丸が900、4走前は、紫の丸が900、900は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっている2走前は5番手からの競馬です4走前は7番手からの競馬です 中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は32で7位です。上がり指数は31で7位です。先行力は評価できません。前目につけられないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。 暫定2 0丸を打った1番の対戦成績は5番に対し3勝1敗8番に対し3勝1敗と勝ち越しています1番の対戦成績は高評価できます暫定丸を打った11番の対戦成績は8番に対し0勝1敗と負け越しています11番の対戦成績にはリスクがあります暫定黒三角を打った9番の対戦成績は 有力ととの対戦成績は多と遜色ありません暫定白三角を打った5番の対戦成績は1番に対し1勝3敗9番に対し0勝2敗と負け越しています5番の対戦成績にはリスクがあります暫定罰を打った8番の対戦成績は有力馬との対戦成績はバと遜色ありませんコース特徴と枠順による有利不利を見ていきます川崎競馬は 南関東競馬の中では最もコーナーがきついコース形態となっています。したがって外側を回ると距離ロスの影響が大きく出ます。1500の発想地点は2コーナー出口です。1コーナーまでの距離がありポジション争いはそれほど激化しません。枠別の平均パフォーマンスを見ていきます。極端に内枠有利、外枠が若干不利となります。短距離のため先行争いが激しく。 内枠はそののままま位置でで距離ロスなくコーナーナに侵入できます。外枠からはコーナーで外側を回ることになり不利になります。しかしスタートから3コーナーまでの距離が長いこととコーナーを1回しか回らないことにより不利は大きくなりません。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは1番マットシェリーです。能力偏差値は、 トップの B ランクです。距離と、枠順と、対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは、11番、コパのキャリーです。能力偏差値は、2位の C ランクです。枠順と、対戦成績にリスクはありますが、距離と、展開を高評価しました。黒三角を打ったのは、9番、シャドウハンターです。能力偏差値は、3位の C ランクです。 枠順にリスクはありますが、距離を高評価しました。白三角を打ったのは、5番、プリモパイソンです。能力偏差値は、4位の C ランクです。対戦成績にリスクはありますが、距離と展開を高評価しました。×を打ったのは、8番、アスカリです。能力偏差値は、5位の D ランクです。展開と、枠順にリスクはありますが、距離を高評価しました。 以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。 B ランク2等、C ランク2等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適性分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は、日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。指数は、青色の折れ線で表されます。 黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますそれでは指数グラフを使い解説していきます暫定20丸を打っています2枠2番、何のこれ式です能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります金5層では、5層前に黄色線を上回っています能力的には、上位混戦の1等で、連帯資格は十分です 距距離離適性を見ていきまます。す。す。はは紫色の丸です今回はとなります指数がピークとなっている5走前はピンク色の着順が5着で紫の丸が1400昨年の8月はピンク色の着順が5着で1400昨年の3月はピンク色の着順が6着で16001600が適距離ですが1500は守備範囲です。 展開面を見ていきます。先行力分析シートで、レース展開予想を解説します。一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが2頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところは、5走前は後ろから、昨年の8月はクバ手からの競馬です。昨年の3月は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は9で8位です。上がり指数は24でトップです。高い上がり指数で、鋭い差し足が見られそうです。展開面は、プラス評価をしていいです。 次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。6枠7番、茂白長座です。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の一等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は、紫の丸が1400。 昨年の9月は紫の丸が1500昨年の8月は紫の丸が14001400が適距離ですが1500は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっている一走前は後ろから昨年の9月は2番手からの競馬です昨年の8月は花を切っての競馬です逃げ先行が良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は22で3位です。上がり指数は14で6位です。平凡な先行力で先行できないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。馬場が渋ると、指数を落としています。明日も、馬場が渋れば、マイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。 暫定黒三角を打っています。八枠十一番モーモーグリーンです。能力偏差値は三位で偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では二層前、四層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の一等で連対資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている二層前は紫の丸が1300。四層前は。 紫の丸が1400、昨年の4月は、紫の丸が900、900が敵距離ですが、昨年の3月の紫の丸、1750への距離延長では、指数を上げています。1500はこなす可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は花を切っての競馬です。4層前は3番手からの競馬です。昨年の4月は3番手からの競馬です。 後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は24で2位です。上がり指数は21で2位です。まずまずの先行力で、後位につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。金相は、馬体重が増加すると指数を上げています。明日も、馬体が増えていれば、プラス評価していいです。 次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。1枠1番、コスモキルカスです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、4層前に黄色線を上回っています。特に4層前は、黄色線を16上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっている4層前は紫の丸が1500昨年の4月は紫の丸が14001500は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっている4層前は花を切っての競馬です昨年の4月は花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は27でトップです 上がり指数は10で9位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。展開面は、プラス評価していいです。ババ状態を見ていきます。ババが渋ると、指数を上げています。明日も、ババが渋れば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。8枠10番、ミトノベルーガーです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。 金5層では、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位場には劣ります。三着候補までで良いと思います。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている昨年の4月は、紫の丸が1500、昨年の1月は、紫の丸が1500、1500は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている昨年の4月は後ろから、 昨年の1月は6番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は15で6位です。上がり指数は20で3位です。平凡な上がり指数で、差せないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は、 13週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った2番の対戦成績は、有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。暫定丸を打った7番の対戦成績は、有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。 暫定黒三角を打った11番の対戦成績は有力馬との直接対戦は少なく評価対象外です暫定白三角を打った1番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です暫定×を打った10番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありませんコース特徴と枠順による有利不利を見ていきます川崎競馬は南関東競馬の中では 最もコーナーがきついコース形態となっています。したがって、外側を回ると距離ロスの影響が大きく出ます。1500の発想地点は4コーナー出口です。1コーナーまでの距離があり、ポジション争いはそれほど激化しません。枠別の平均パフォーマンスを見ていきます。極端に、内枠有利、外枠が不利となります。外枠はよほど楽にポジション取りできないと、コーナーで外側を回ることになり、 不利になります以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは2番、何のこれ式です。能力偏差値はトップの B ランクです。展開と枠順を高評価しました。対抗丸を打ったのは1番、コスモキルカスです。能力偏差値は4位の C ランクです。距離と展開とレース感覚と。 枠順を高評価しました黒三角を打ったのは7番シゲルハクチです能力偏差値は2位の B ランクです白三角を打ったのは11番モーモーグリーンです能力偏差値は3位の C ランクです枠順にリスクはありますが展開とレース間隔を高評価しました×バツを打ったのは10番ミトノベルーガーです能力偏差値は 5位の D ランクです。枠順にリスクはありますが、距離とレース間隔を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。